はい、こんにちは、つくつです。ということでね、今日もやっていきましょう。今回は、この有名なカルト的漫画のね、少女椿の方をね、行かせていただきますよ。丸尾末広先生なんですけれども、いや、これね、なんかね、絵を描こうとしたんです。で、少女椿の特徴的なやつって、これリボンなんですよ。で、この花柄のリボンを、ここにつけて、いつもの猫ちゃん描こうと思ったんだけど、やっぱ目がね、この本の中でも特徴的な眼球舐められるシーンとかあるんです。で、目を強調して描こうかなって思ったら、猫汁になっちゃったって。それ違う漫画だろっていう話なんだけどね。この少女椿はね、ほんと今でも多分バンバン売れてる丸尾末広の出世作なんだと思うんですけれども、これ見せ物小屋の話なんですよ。で、うちのおかんの話ちょっとだけしようと思う。うちのおかんって結構サイコパスでさ、まあ僕もそうなんだけど、世界的な猟奇殺人事件とかが好きなわけ。よくアメリカドラマで猟奇殺人事件系のさ、ドラマやってるけど、ああいうの見たりとか、結構ね、ネットとかで、猟奇殺人事件5000とかさ、そういうの見たりしてんですよ。うちのおかんがね、高校生の時に、デアゴスティーニがあったんです。その時からデアゴスティーニってあったらしくて、マーダーケースブックっていう雑誌ですね。雑誌売られてたんですね。で、マーダーケースブックだから、マーダーって殺人でしょ。で、ケースって事例でしょ。で、その本だから、殺人事件の事例の本なんです。第1回目はなんかね、忘れたけど、第2回目が佐川くんだったの。パリ人肉事件の佐川くんが特集でなってた雑誌があるんですよ。で、コリン・ウィルソンが編集かなんかしてるから、結構しっかりしてる雑誌だったんだけど、もう高校生の時からそういうのが大好きだったって、もうやばくないですか。うちのおかんが結構サイコパスな人間なんだけど、僕もそれの血を引き継いでるもんだから、気づいたら僕もそういうね、エログロナンセンス好きになってたんですよ。で、それはうちのおかんの影響じゃないと思う。自然発生だと思う。うちのおかんはだってそういうのを別に隠してるわけでもないけど、公に言ってるわけでもないわけだから、僕は自然にそういう創作物を集めてて、で、読んでたりとかしてたから、なんかね、気づいたらうちのおかんとね、そういう趣味趣向みたいなのがね、合ってたんですよ。びっくりして。そのサイコパスの母親をね、持ってる僕なんですけれども、うちの母親がね、ダメだと、絶対にこれだけはやっちゃダメだっていうことが一個だけあるんです。で、それは見せ物小屋に行くことらしいんですよ。うちのおかんってゾンビ映画とかホラー映画とかめちゃくちゃ大好きで、ツタヤからめちゃくちゃ借りて読んで、グロテスクなね、映像とか全然大丈夫なんですけど、見せ物小屋だけはダメだったらしいんですね。うちのおかんがなんか高校生とか20歳ぐらいにかなんかに行ったらしいんですよ、見せ物小屋で。そうしたらもうえげつなかったらしいの。僕は行ったことないですよ。もう見せ物小屋なんかもうないじゃないですか。僕はね、やっぱ一回は行ってみたいなとか思うんだけどね。なんか東京のお祭りかなんかに今でもなんか来るとか言うんだけど、やっぱりそこまでのやつじゃないと思うんだよ。でも全部は知らないよ。で、蛇を食ったりとかするっていうのは、ググったら今でもそういう見せ物小屋があると。でもやっぱりこの少女椿とかに書かれてるような、本当の見せ物小屋みたいな、フリークスみたいな、は、あんま、もうないよね、きっと。やっぱり今人権問題とかいろいろあるから、難しいのかもしれないしね。で、まあ少女椿の話なんですけど、まあ、緑ちゃんっていうね、女の子がいて、父親かなんか母親かね、捨てられちゃって、もう、見せ物小屋に拾われるわけ。でも見せ物小屋も結構広い環境で、やられちゃったりするんですよ。で、やられちゃったりとか。で、緑ちゃん自体は別に見せ物小屋にいても、なんかゲイとかするわけじゃないから、別にいても仕方ないと思うんですけれども、まあお手伝いみたいなことなんだよね、きっとね。で、そのお手伝いやってたら、下っ端扱いで何でもせえ、あれせえ、これせえと、掃除せえとか料理せえとか言われたりとか、いじめられたりするわけですよ。その時に、奇術師みたいな。なんかね、能力者みたいなおじさんがやってきて、おじさんはめちゃくちゃ能力持ってるから、瓶の中に自分自身を入れたりできるんですよ。まあ、エスパー伊藤みたいなことなんかな。まあ、エスパー伊藤も古いし、まあ、エスパー伊藤もそこまでではないだろうけどね。でもエスパー伊藤みたいなおじさんやってきて、
まあ、ちっちゃい瓶の中に自分をこうねどん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 瓶の中に入ってたりするんです。でその緑ちゃんはそのおじさんといい仲になるんですね。でそうしたらおじさんはもう能力者だから結構その見せ物小屋にお客をね集客できるわけ。そうしたらその見せ物小屋の中で結構位が高くなっていくわけで、みどりちゃんは今まで下っ端だったのにその女ということで結構上に行ったりするみたいな話なんです。結構悲惨小説っていうさ、昔明治とか大正とかね、まあ、昭和ぐらいかなには悲惨小説っていうジャンルがあったんです。悲惨小説で悲惨な小説っていうのがジャンルとしてあったわけで、その流れだろうね。丸尾末広とかよく悲惨なね漫画よく書くんだけど、やっぱそういうのもねいいじゃないですか。昔のガロ系とかねは、例えば山のはじめなんかはさ、くしくもね猫汁書いちゃったけど、昔ね山のはじめっていう漫画家がいて、山のはじめのね四丁目の夕日っていうのが結構安価で手に入るから読んでみたらいいと思うけど、もう結構悲惨なの、めちゃくちゃ悲惨なので、悲惨な漫画って読むとね、ある意味スカッとするところがあるじゃないですか。まあ、スカッとジャパンみたいな、現代のスカッとジャパンみたいなさ、スカッとジャパンっていうねうっちゃんがやってるテレビ番組あるでしょ。であれはなんかイライラすることをなんかうまーく返しましたと、ギャフンと言わせるみたいなで、スカッとするみたいなのあると思うけど、どっちの立場に置かれるかっていう話でしょ。とやかくね悪いおじさんとかが出てきて、腹立つおじさんが出てきて、はい論破とか言われる方は嫌だよ、言われる方は嫌だけど、言う方側にもし回った場合だよ、スカッとすると思うんだよね。おじさん側の立場に立った場合、それはいいよね。スカッとジャパンだもんね。スカッとするもん。だから弱い者いじめしたれーとかって、弱い者いじめした方がスカッとジャパンでしょ。いじめはね、今ね、ダメだとかね、神戸の教師のいじめ問題とかあるわけじゃないですか。でもいじめはなくなりませんとか言う人もいるでしょ。で、なんでかっていうと、もうスカッとするからと。それだけストレス発散なのですと。だからもうそれ以外に意味はないんですみたいなこと言うわけ。でもそれはそうだよね。スカッとすんだもん。で、みんな、なんか被害者の側に回ろうとするでしょ。スカッとジャパンの悪いところは、みんな被害者の側に回るところなんだよ。本当は加害者なのに、被害者を演じることっていうのが一番ダメな人間でしょ。人を傷つけてるのに、私被害者なんですみたいなことを言うのが一番ダメでしょ。でもみんなそうしたがるわけで、みんな被害者だから、だからスカッとジャパンって圧倒的な悪者みたいのがいて、悪者に私たちはやられているんです、どうしたらいいでしょうかっていうのはよく言うでしょ、スカッとジャパン。でもそうじゃないでしょ、本当は。みんな被害者ずらして、被害者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 で、被害者の中でぐちゃ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 やって、腹立つあいつみたいなのが、実際の社会でしょ。だから嫌なんだよね、みんなね。少女椿だってさ、みどりちゃんが主人公だから、みどりちゃんに共感してしまうわけでしょ。みどりちゃんの悲惨なね、人生があって、最後も、まあ、最後読んでもらったらいいと思うけど、やっぱ悲しいですよね、どこかね。だからその悲しみっていうのがあるけれど、それぞれの立場があるからね、みんな。みどりちゃんはみどりちゃんで、その見せ物小屋の中でどうやってパワーバランスをね、保っていくかというか、いわゆるパワーをね、強くしていくかみたいな、でもう頑張ってきてたわけでしょ。エスパー伊藤みたいなね、人の女になることによって、権力をね、手に入れようとし、頑張ってきたわけでしょ。でもそこは頑張ってんなと思うし、結構こういうフリークスはね、かわいそうだみたいなさ、言う人だっているでしょ。パラリンピックはなんとかだ。僕ね、パラリンピックめっちゃ好きなんですよ。オリンピックよりパラリンピック好きだもん。パラリンピックって面白くない？スポーツ大好きって言って、ね、オリンピックになったらみんなスポーツ、スポーツ、スポーツとか言う人いるでしょ。でも本当にスポーツ好きな人って、じゃあパラリンピック見ろよって話でしょ。パラリンピックも見ないのにスポーツ好きを名乗るなって僕は思っちゃうな。だってパラリンピックだってスポーツやってんだから。だからみんなはオリンピックが好きなだけでスポーツが好きじゃないんだよね。みんなでワーワー言いたいと。なんかお祭りなんだ、ワーワーみたいな言いたいだけであって、本当はスポーツは好きじゃないんだよ。わーわーしただけでルールも知らないね、にわかみたいな人でしょ。で、僕はパラリンピックが好きなんですよ。だからスポーツはそんなに好きじゃないのかもしれないよ。僕自身もパラリンピックが好きなだけで、パラリンとか言ってるだけなのかもしれないけど、パラリンピック見ちゃうな。パラリンピックって NHK しかやってないんですよ、多分。他のね、チャンネルであんまりしてないでしょ。NHK なんだよね。で、だから僕は NHK 結構ずっと見てるんですけどね。
NHK のバリバラね、僕バリバラ大好きで、バリバラっていうねテレビやってるでしょ、あ、ほんと好きでめちゃくちゃ見てるんですよ、すごいと思って、まあ大阪のノリがあるからだと思うよ、僕大阪人だから、大阪大阪やった大阪みたいなさ、笑いの文化にしてるってところが僕は評価するね。やっぱりその感動ポルノだみたいなことを言う人いるでしょ、僕24時間テレビは案外好きなんですよ。24時間テレビって一周回って見るものであって、僕は一周回ってなんか感動するんですよね。いい話だとか、障害者となんとかだとかね、思ったりしますね。だからこういうフリークスとか、フリークスって言ったらまた差別主義的になっちゃうかもしれないけど、こういうねやっぱり少女椿的な見せ物小屋的なね世界観っていうのは僕たちのもっともっと深い部分に接してるものであって、だからこそ僕は見せ物小屋にねやっぱ行ってみたいなと思う。いろんな意味でね、見せ物小屋っていろんな意味があったと思うんだよね。ちょっとおどろおどろしいみたいな意味もあっただろうし、そういう障害みたいなとくっついてたと思うんだよね。まあ見せ物小屋の漫画って言ったら結構いくつかあるでしょ、五色の船とか天国に結ぶ恋とかね、ああいうのもまた紹介しようと思うし、見せ物小屋をテーマにした小説とか漫画とかで五線とかでまたねちょっと作っていこうかなと思ったりしておりますということで、まあ今回は終わりということでね、高評価コメントチャンネル登録ねよろしくお願いします。ではではありがとうございました。さよならさよならさよなら。